日米共同訓練が行われている道東のヤウスベツ演習場でウクライナでも使用されているロケット砲ハイマースの射撃訓練が公開されました。別海町のヤウスベツ演習場です。ハイマースからロケット弾が発射されると1キロ以上離れたこの場所でもかなりの轟音が響いています。14日から道内や鹿児島県などで陸上自衛隊とアメリカ陸軍が共同で行っている訓練オリエントシールド23は日米合わせて3500人が参加する最大規模の実動訓練です。今回は日米の部隊が共同して作戦を実行した際の連携強化や対処能力の向上が目的です。今日報道陣に公開された訓練では陸上自衛隊の多連装ロケットシステム MLRS とアメリカ陸軍の高機動ロケット砲システムハイマースが軍艦などを想定した10キロ先の目標地点に向けて合わせて10発の実弾を発射しました。ハイマースはロシアの侵攻を受けるウクライナにアメリカが供与した兵器で1台の車両に6発のロケット弾を搭載し GPS を使って高い精度で標的を攻撃できるのが特徴です。我が国の防衛力を抜本的に強化するとともに同志国との連携もますます強化していかなければなりません。日米共同訓練は23日まで行われる予定です。